あると思うんですよね、はい、そもそも今回のこのエジプトの混乱はどういった背景から起きてるんでしょうか、はい、そうですね、ちょっと見ていただくと今 の, エジプトでの問題点ですけれど、まあ、このようにですね、軍が動いたという形になりますけれど、はい、軍の後ろにはですね、タマロッドと言われているですね、市民の動きがあります。これがまあ4月ぐらいからいろんなリベラルな人とかいるのが集まってですね、現在 の, そのモルシ政権の失策、それからその下にある、ムスリム同胞団が先制性を強めてます。憲法の問題にしてもそうですし、他のですね、人事問題にもかなり強い発言をし始めましたので、そういう先制性に対する不安、それから政策に対する不安、こういうものが、ぶつかって、こちらの方の政治ですね、チャレンジしたという状態になっています。そうですね、はい、そしてこの民主党は交代するのかなっていう印象があるんです。そうですね、初めの段階で4日の段階ですが、シシ国防相が6項目の話をしました。でこの中で、憲法の停止、それから、新しい、指導者、暫定ですけど大統領長官、長官を選んだという形になりますね。で核で組閣がですね、おそらくここ数日でできると思います、はい、こういう金曜の礼拝との兼ね合いもありますので、はい、なるべく早めに体制を作ると。あと残ってくるのは大統領選挙、それから、新しい憲法をどうするかという、そういう国民融和を作った委員会を作るという、このプロセスは少し時間かかるんだと思うんですね。ですから、先ほどちょっと話があったように、ムスリム同胞団動き次第ということになると思うんですね。ここまでの手順を見てると、軍はかなり事前にしっかり準備してたのかなと。そうですね、はい、今おっしゃられた通りで、例えば回路に入る道路に対しての封鎖が早かったとか、早いですよね、はい、それからムスリム同胞団に対するその逮捕者ですね、そういうものもすぐ出しましたので、過剰な逮捕にならなければいいとは思ってるんですけど、適切な逮捕理由を作りながら見てきたということはマークをしてたということ、それから、非常に長い間ですね、民主的な勢力の人たちの話し合いを議論してきましたので、本州に足りないのはおそらくコミュニケーションだと思うんですね。でそれを非常に軍は的確に、これは前回ですね、やはり軍は元に出てしまって、そしてこのエジプトが持っている軍の体制というのがね、先ほどから少しでも軍というのどうやっていいかなと思うかもしれませんけど、経済に関しても大体1000万人ぐらいの雇用を起こす分散産業で諸層に持ってますし、知事とかそういうところも天下りコストとして持っているので、非常にエジプトのですね、政権の中核を成しているので、ここに批判が入らないように、やはり富の分配が軍人にこう寄っているところがありますので、その構造はそのまま原子団として残したいんですよ。だけど民衆はやはりとりあえずそこまでは手付けられたことが分かってますので、その取り組みをできるだけ多くするというふうに、また選挙が行われて、はい、民主的に大統領が選ばれても軍がなんかちょっと気づかないなってなったら、またこう変えちゃうとか、そういうことはないですか。それはね、なかなか難しいと思います。やっぱり今回の場合ですと、かなり民主的なプロセスをこう話し合ってきてますね。